見覚えがあるっていうか、私たちが戦った高魔城の最上層、赤の玉座。いえ、いろいろ混じっている、そんな感じがするわね。いたったか。これは白き影、なんか鬼神っぽい。あんたは何者だ。全てが終わったこの状況で何をしようとしている。我は影、大いなる意地を移しようにして裏の試しを司る者。裏の試しだと。それじゃあ前に僕たちが戦った黒い影に、かのローエレボリウスは起動者候補への正当な試し、前は封じられ本来ならば現れるはずもなかった。システムか。その裏の試しとやらがどうして現れたの。あからさまに七組を導こうとするやり方。それでいて私たちを排除するわけでもない。何か事情があるんですね。状況は分かった。だとしても俺たちは、俺たち7組はここであんたを倒さなくちゃならない。得るものがなくても構わない。俺たち7組の最後を締めくくらせてもらうために。あんたという試練を全身全霊で乗り越えてみせる。いきなりよし。それでは
これより裏の試しを開始する。人の声を見事打ち勝ってみせるがいい。
ですが、もう逃げられませんわ。キギ、芝生、そうそうそう。切り裂く戦火の一刀と、
願いいたします。うん、任せて。四弱星上位三弱星をセット。オーバルドライバーロード完了。レインボーショット。どんな問題。Ready?